1977年のコース1977年のルマン24時間レースは45回目のルマン24時間レースとして1977年6月11日から6月12日にかけてフランスルマンのサルトサーキットで行われた1976年のルマン24時間レースに優勝したポルシェはエンジンをツインターボに変更した2台の936 77を主力として参戦した。ライバルのルノーは、ワークスがアルピーヌルノー A442 を3台、プライベートチームから1台、さらにミラージュにターボエンジンを提供するなど大量に出場した。12年ぶりにアストン・マーティンがディーラーチームにより参戦した。出力は520から530馬力もあったが、車両重量も 1516kg あった。 出走したのは55台。ルノーの3台が1から3位を占めて速さをアピールした。レースの前半はルノーが先行し、12時間で6周差をつけていたが、夜が明けるとと,ともに、トラブルで交代し、ポルシェに先頭を明け渡した。アストン・マーティンは、ブレーキディスクの交換に時間がかかった。完走したのは20台。優勝者の936、77、4号車。 ヨルゲンバルト、ハーレー、ヘイウッド、ジャッキー・イクス組のポルシェ936、77が24時間で4 6 7 1 6 3 0トルを平均速度時速1 9 4 6 5 1トルで走って優勝した。アストン・マーティンの83号車は予備車両を緊急に使用した割には検討し、24時間に3 5 4 6 4 0 0トルを 平均速度時速 147.766km で走り、距離部門17位、g t p クラス3位となった。ありがとうございます。